カミーラ・アントニア・アマランタバ・バジェーホダ・ダウリングは、チリの地理学者、2011年のチリの学生運動でのリーダーの一人。サンティアゴ出身、チリ共産党の青年組織の一員。両親が共産党員で、子供の頃、マクルク・ラ・フロリーダクに暮らし、私立学校ライマップで勉強した。2006年、チリ大学建築都市計画学部に入学、地理学を専攻した。 そこで他の左翼大学生と集め政治活動を始めた。2008年チリ大学の学生連盟で相談役になった。2010年総裁に選ばれ、フェッチの105年間の歴史の中で史上初の女性の総裁になった。2011年チリで学生の抗議運動が発生後、カトリック大学のジョルジオ・ジャクソンとサンティアゴ大学のカミーロ・バジェステーロスと共と共に抗議運動の スポークスパーソントリーダーの一人となり、世界中で注目された。同年10月、他のチリ人の学生とヨーロッパへ旅行し、国際連合教育科学文化機関の会合で、チリの学生運動について発表し、人気の知識人、ステファヌエセル、エドガール・モランと知り合った。12月、チリ大学で、学生連盟の選挙が行い、カミーラが総裁として改選しようとしたが、 共産学生リストがガブリエル・ボリッチによって引率される独立最悪学生リストに負けた。ボリッチが新しい改選になりフェッチの条例に従ってカミーラが副総裁になった。2011年8月にドイツの新聞 d z i t の表紙に登場しカミーラについての記事が発表された4ヶ月の後12月にイギリスの新聞 ガーディアンの読者によるオンライン投票でパーソン・オブ・ザ・ヤーに選ばれた。2011年に社会的ネットワークで何度も殺すと脅迫された。8月、ツイッターである使用者が殺すと脅し、カミーラと家族の住所を発表した後、彼女と両親が検察官に警察の保護を求めた。区検察当局は彼女の家族の家の周りに警察の24時間パトロールを命じた。 2012年4月、共産党の青年組織の国際会合のため、キューバを訪れ、フィデル・カストロと知り合った。この旅行の後、本人が、フィデル・カストロが言う思考は全部、地理にとって光と希望だ。彼が言うもの、思考するもの、目指すものが、私たちに道しるべのようなものだといった意見が、多くの批判を引き起こした。特に右翼グループなどが民主主義について話すが、 キューバを、称賛と厳しく批判した。2011年以来、フェッチの元総裁、フリオ・サルミエントと付き合っている。2013年4月、カミイラが妊娠していたことが、メディアより報じられた。ありがとうございます。